生児とは、日本の律令制における官職で、内視の長官を務めた助官の官名。順位は、十五位の知事三位。定員は二名。多くは、石官家などの有力な家の妻や娘から、選任された。天皇にそば遣いし、進化が天皇に対して提出する文書を取り継いだり、天皇の命令を進化に伝えることなどをした。もともと、これらの職将は正児のみのものであって、 展示一家が扱うことはできなかった。奈良時代から平安時代前期にはなお蔵を兼ねることもあった。記録上に残る最古の生児は奈良時代における藤原房崎の娘で藤原中丸の妻となっていた藤原堺平井西屋である。また藤原種継の娘で藤原忠主の妻となっていた藤原く子が平城天皇の長愛を受けて 牽制を振るったことは知られている。10世紀末頃から、尿後、行位に準じて高級に列するようになり、実際の助監としての業務は、展示一家が担ったと思われる。また、藤原武彦子のように、東宮妃、公飛となる前に、白付のために商事となった例もある。後二条天皇代の商事一条後は、天皇崩御後、万秋門院のオンライン号を授与された。 平安時代後期から、正治はほとんど任命されなくなり、室町時代以降の中世後期には任命の例はなくなった。その後、明治時代の助官制度改革によって、宮中助官の最高の官名とされたが、実際に任命された例はない。大正時代末期に、摂政軍の助官制度改革によって、その職名も廃止されるに至った。ありがとうございます。